こんにちは、道浜の工業の機械です。イエーイ、イエーイ、すごい。そんな落ち着いたトーンで入ります。道浜のチャンネルはこんな感じですね。いつも一人でやってるんで。道浜のチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。どうも、吉本プラモデル部でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今回は今日はですね、モデレッジ、そうです、モコン島、はい、はい、吉本プラモデル部とのコラボで、はい、彫刻刀でございます、はい、プラモデルの筋彫りに特化した彫刻刀、はい、こちらのモコン刀の方がなんと発売になります。はい、すげえすげえ、ありがとうございます。そして宣伝をさせてもらいに来ました。あ、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。この彫刻刀の正しい使い方を、うん、はい、お聞きしたい、うん、このモコン刀をきっかけに、はい、筋彫りを今後やっていこうかなっていう、うん、方が増えると思いますので、はい、正しいこのモコン刀の使い方を、はい、改めて、お聞きした、お聞きできればなと思ってます。何を正しいとするかですよね。まあまあまあ、そうですね。こうやって置いといて眺めるのも一つの正しさです。結構ね、あと、あとすり鉢に5枚入れてこうすぐって、それもね、こっちをね、そっちを使っちゃうっていう。危ねえ、これ、尖ってるから危ねえ。ありますからね。歯石取るのもね。ああ、いいじゃない、歯が、歯が削る、医療が悪いね。すいません、ありがとうございます。まあ、こういった、はい、プラモデルのですね、表面にこっから使うつもりだな。一周されるぞ。それ言ったらできなかった。筋彫りを入れていくことが多いと思うんですけれども、うん、はい、そうですね、その際に、はい、まあ、気をつけなければいけない点というのがあると思うんです、うん、なんせ、はい、こんなにね、先がもう極細の、ね、はい、そうですね、彫刻刀なんで、そうなんですよ、 0.3 ミリと 0.15 ミリですから。そうですね、はい、めちゃくちゃ細いんですよね、はい、でも大体、プラモデルとかで筋彫りを彫ったりとかするときに使う、うん、よく使うのがこの 0.15 あたりとか 0.3 あたりが多いんですよね、はい、はい、で、あの、作ってる側としては、うん、こんなのすぐ折っちゃうんじゃないのっていう不安があるんですけれども、はいはい、まあ、どうやらその使い方で、はい、まあ、そんなことないということで、はい、それをちょっと今日は改めて、はい、こんな感じで使っていくんだっていうのをですね、はい、ちょっと実演を交えながら見せていただければなと思います。まあ、実演っていうほどじゃないんですけれども、はい、やっぱりこういう細い、刃物なんで、注意しなければ、はい、やっぱり折れます。うん、いくら硬いね、あの金属を使っているで、はい、でちゃんとあのしなりもある粘土もあるような、いい金属を使っててもちょっと間違った力の入れ方をしちゃうと折っちゃいます、うんうん、で、この筋彫りを彫るときに一番注意しないといけないのが力入れないことなんですよ。あ、例えばこうやって元からモールドが入っているところ、こういうところを彫り直し、する場合、もしくはガイドテープを貼ってそのガイドに沿って、彫っていく場合、これでね、はい、彫るときにこれを彫ろうっていうつもりで彫っちゃうと、それはもう力入れすぎなんですよ。もうほんとそこに合わせたら全く力を入れずに、これをただただ軽くなぞるだけ、なでる感じですね。なでる感じですね。はい。で、十分掘れていくんですよ。あ、クズ出てます、ね。はい、クズ出てます、はいはいはい。で、これをこうやってなでて3回、4回ぐらいなでると、はい、それでもう型ができるんですよ、これに沿った。ああ、で、型ができちゃえば、そっからは反れたりとかしにくくなるんですよね。はいはいはい、だから、その前に力を入れちゃったりとかするとピッってあるあるなっちゃうんですよ。で、瞬間接着剤って埋めたりして、はい、埋めてやり直してみたいになるんですけれども、はい、これはもう本当に全く力を入れずに、あ、こう掘れていってるの分かります？これクズが出てますよね、はい、これで十分なんですよ。カリカリなんて音しない、サラサラって感じなんですね。スーッツツツツツっていう感じですね。ツツツツツ、はい、歯がいいからクソっていうのもあるんですか？そうですよね。ああ、そうです、そうです、それはあります。歯が本当に鋭くなかったら、はい、結構ガタガタになっちゃったりとかするんですけど、こうやってスーッて掘れるっていうのは歯が非常に鋭いからですね、はい、でそういう感じで掘っていけば、まあ、そう簡単に、そうですね、折れるほどの力はない。ただ
かなり深く掘りたいなっていう時とか、はい、うん、元からモールドが深く入っちゃってる時とかに、はい、突っかかる時があるんですよ、うん、あね、もしくはこの出たカス、それがあの悪さして途中でね止まっちゃう時があるんですよ、うんうんうん、で止まった時これを無理に強行突破しようとしたりとか、うんうん、こまめに筆とかで、はい、うん、さっ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 てやって、はい、ここに詰まったカスっていうのを取り除いて、うん、また掘ってっていうのを繰り返すんですけど、はい、もしくは一番悪いのが、はい、ひねる、あ、これまっすぐの力でそう簡単に折れないんですよこの歯、はいはいはい、ただ横にこう刺さった状態で横にひねったらすぐ折れます、こじるっていうやつですね、はい、こじる、はいはい、もしくはこれもまっすぐ今こう引いてたんですけど、これをこうひねりを加えるような動きには弱いです。で基本的にはこれ直線を掘るための刃物だと思ってください、うん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 、言ったら毛ガキ針とかみたいに曲線とかもずっとこうね、はい、掘っていくのに対応するような針のようなものもあるんですが、こういう彫刻刀はまっすぐ、うん、掘るのに特化してるような形なんで、あんまりにも鋭角な、円を描くようなこういうカーブを掘ろうとすると、はい、折れます。ひねりはもう禁物です。角溝ですからね、これね。はいはいはい、そうなんです、はい。V 溝じゃなくてね、四角い溝に、そうなんですよね。そこの面がね、こう四角くなってるような。やっぱ正 V 溝はね、はい、針の先でやる、やっていくとこう V 溝は、はい、あれは抵抗かかんないんで、はい、こう曲線もいけますけど、はい、こう角溝だからやっぱりこう抵抗が。ちょうどまっすぐでこう掘ってて、刃物がその角の底にこうはまってる状態、はいはいはい、それを無理やりこっちにこうひねろうとすると、うんうんうん、やっぱ折れちゃうんですよ、はい、なのでこれはもう本当にまっすぐ直線を引く、うんうんうん、っていう意識さえあればまっすぐ力を入れずに軽く撫でる、でそれを何度も撫でて深さを出したいんだったらその回数を増やしてください、ね、あ、なるほど、はい、1回で決めようとしない、ね、決めようとしない、はい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 、何度も回数を重ねて、深く掘っていくっていうことさえ気をつけていれば折れることなく綺麗な筋が掘れると思います。はい、はい、ありがとうございます。ということでございます。どうしたどうしたどうしたんですか。どうしたんですか。で、使っていくと切れ味が落ちて、はい、いってしまうと思うんですが、それはもう全ての刃物がそうですよ、はい、この刃物はハイスという硬い鋼は使ってるんですけども、はい、ちゃんと地金と合わせておりますので、うん、細かめのペーパーヤスリとか砥石とか、はい、そういうものでも十分、研げる刃先にはなっております。はい、はい、当て方としてはこれが、紙ペーパーヤスリだとして、はいはい、できればこの面を研ぐような感じで、はい、まずかかとを置いて掘る側とは反対背の方ですよね。そうですね、で起こして刃先当たったらこう後ろに引く、はい、引く、はい、これ同じ角度を保つことが大事ですよね。そうですね、自分が工作機械にでもなったような気持ちで、はい、こう同じ角度でご自身のお名前が機械と、あ、いや別にそういうことでも工作機械がかかってるんですかね。まあちょっとかけてみた感じ でも周りの反応がそこまでではなかったのでかけてないことにしようとしたみたいなしたっていうところもありますよね。でも途中で、認めたっていう感じです。はい、もう見つかっちゃいましたので ね、 そ、 でね、はい、それは認めざるを得なかったということだけ注意してください。はい、あんまりザリザリの砥石ですと、はいはい、刃先もこうギザギザしちゃうんで、うん、結構細かめのもので撫でてあげるっていう感じがいいかと思います。うん、はい、でまあそんなのできないわっていう方は弊社の技術のものがですね、研ぎ直しをいたしますので、うん、切れ味落ちてきたなと思ったら、はい、気軽にご相談ください。おお、はい、そんなのできないわっていう、ね、筋彫りマダムがね、えそんなのできないわ。あ、そうそうそう、そういう方はもう諦めてご相談ください。この
細くなってるところからポキッとね、はい、まあ、どうしてもこう間違って折っちゃったっていう場合もですね、はいはい、まあ、あのご相談いただいて、うん、お送りいただいたらあの製造が何とかしますと言ってますんで、うん、はい、あの金属が残っている限り、そう、ここが残っている限り、うん、また刃をつけて無根刀として復活できますんで、はい、あの長くお使いいただけると思います。いやー、これは素晴らしい。ありがとうございます。いや、ほんとね、あの道具って長く使えるってすげー大事なことだと思うんですよ、ね、そんな安いもんじゃないですから、ね、はい、はい、ね、というわけで、はい、もし折れちゃったりとかしても、はい、こちらの、道刃物さんの方が、何とかしてくれると、はい、はい、ということでご相談ください、はい、はい、でね、楽しい、筋彫りライフをね、はい、過ごしていただければ、はい、弊社としても大変嬉しいです、はい、はい、我々も嬉しいです、はい、あ、よかったです、ね、はい、ぜひ皆さんもコントを使ってください、はい。